人と人との距離感がビジネスにめっちゃ影響してるよっていうお話です。こんにちは、アルピナです。好きなこと仕事にするの苦手、ビジネス苦手って言ってる人多いんですけど、いろんな理由があるのはもちろんそうなんですが、このね、なんかそのそもそもそのビジネスそのものっていうよりも、コミュニケーション、人と人との距離感のつかみ方がね、どうもね、苦手意識高いっていう人が多いなというふうに思いました。特にですね、こう距離をね詰めすぎちゃう、まあ開けすぎたり、その詰めすぎちゃう人っていうのは開けすぎるか詰めすぎるかっていうと、どっちかっていうふうになっちゃうんですけど、まあ詰めすぎるっていうのはすごくね、問題が起きやすいんですよね、仕事において。まあ想像してもらえば当たり前のことなんですけど、特にですね、自分が詰めていく場合、なんか人のね、余計言い過ぎちゃったとかね、傷つけちゃったとか、やりすぎちゃったとか、そっちはわりかしこう気がつきやすいんですが、入られちゃう、人に自分の境界に入られちゃうって、こっちにはなかなかね、気がつかなかったりします。でその現象が起きても、なんか自分が悪いんじゃないかとか、自分を責める方向に走っちゃったりっていうのがね、あるんですよ。でそもそも女性っていうのは、一般的に距離を、ストレスがかかった時に距離を詰めたくなる生き物ですね、そういう人が多いかもしれないです。うちの例えば夫婦で行くと、まあこれはビジネスの例えじゃないですが、ストレスがかかった時に、私は夫に、コミュニケーションを取りたい、距離を近づけたい、そばにいてとか、お話し合いをしてとか、そういうふうに思います。で夫はストレスがかかった時に一人になりたがります。ちょっと黙っといてとか、まあ、なんだったらもう一人でどっか行っちゃうとかね、外に散歩に行くとか、バイク乗ってるんでね、バイク乗ったまま2時間も3時間も帰んなかったりとかして、私はやきもきするんですけど、まあそれが原因でね、めっちゃ喧嘩にもなったりするんですが、そんな風にこうタイプが違ったりするんですよね。で女の人の場合、特殊能力というか持っていて、まあ、子育てをするっていうのもあるんですけど、その人との距離感を詰めるのがね、うまいですよね。特に子育てをするにあたって、赤ちゃんとかね、小さいうちは向こうが意思表示をする前に、どうしたの、大丈夫、寒くない、お腹痛くない、お腹空いたのとかっていうふうに、もうまるで自分の分身であるかのように、自分の中の一部であるかのように接することができるっていう性別じゃないですか。でそうやってこうね、自他の境界がないということがゆえに、こうお世話が上手だったりすることもあると思うんですけど、でもまあ子供が大きくなったり、大人になったりした、まあ、大人同士のお付き合いになった場合には、それはね、ちょっと問題になっちゃったりして、やっぱり違う人間であるよということを認識するのが大事だったりしますよね。なので、まあ、その距離を詰め、自分が詰められるってことは、詰めすぎられちゃう、入られちゃうという可能性も高まるので、その今日もね、個人セッションだったんですけど、まあ、尊敬してる先輩にものすごくこうダメ出しを食らって、まあ、仕事上の先輩だから、なんとかして期待に応えなきゃいけない、応えたいというふうに思ってるんですが、まあ、すごくこうショック受けたり落ち込んだりしてしまって、自信を失っちゃいますということがもう何年も繰り返されてるって話だったんですね。でもそれは完全にもうその距離を詰めすぎです。距離を入らさせすぎてる、 人との境界が曖昧になって、自分のテリトリーの中に人が入っちゃってる状態なんですね。なんで、まあ、そういうことが起きた場合には、分かりましたと、私のことを思ってくれてるのは分かりますけれども、でも、そういう言い方をされると私はショックを受けるとか、私は元気になれないとか、むしろ逆効果であるってことをきちんと伝えてね、ノーっていうのをはっきりさせるのはすごく大事なことじゃないかなと思います。私にも似たような経験がありまして、某ね、コンビニエンスストア本部の、会社員だった時があるんですけど、そこでね、開発部、店舗開発部っていうところにいまして、まあ伸び伸び、会社がね、どんどん伸び盛りの時だったんで、伸び伸び自由にこう新しい店舗をどんどん開発したり、人を雇ったりするというのにこう楽しくね、勝手に自由にやらせてもらってたんですけど、隣がね、建設部という部署がありまして、そこにこう昔からいたこうベテランの社員がいまして、女性なんですけどね、まあ何だろう、仕事もできれば気配りもできるし、美人だし、もう本当にパーフェクトで、英語も喋れたりね、何だろうな、文章まとめる力もあったり、
本当にパーフェクトなように見えてた人だったんですけど、その女性が私がねこう伸び伸び、まあ、男の人と同じような感じで働いてたのが、まあ、面白くなかったっていうのもあるし、まあ、不安になっちゃったっていうのもあるんですけど、あるんでしょうけど、注意をされたんですね。女性の仕事っていうのは部署の人全員がねうまく回って仕事ができてるかとか、細かく気配りをしてケアするのがあなたの仕事なんだから、ちゃんと部署全体の皆さんの動きを見なさいねっていう風に言われたんですよ。で、今だったらうるせえって言うんですけど、当時はそうなのかと、なるほどと思って、まあね、自分の部署には結構な人数がいたんで、じゃあ全員がどういうふうに動いてるのかちゃんと見ようというふうに思い始めた時から、ますます鬱がね悪化していったっていうのが今思うと思います。なんて言うんでしょうね、そこでこういろんな人の様子を見るというよりはビクビクしちゃったんですよね、私。あ、これでいいのかな、私あの人にどう思われてんだろうとか、本当にうまくいってんのかなとか、これでいいのかなとか、私なんかまた自分勝手やってないのかなっていうふうな方向に走ってしまって、ものすごくメンタルがどんどんきつくなっていったっていう覚えがあります。なのでね、人との境界を守るっていうのはこういうふうに仕事をやっていく上でものすごく大事ですね。で、そもそも人との距離感がうまくつかめてない人は、まずその境界があるってことをまず認識したらいいと思います。人と人との距離はには明確な境界があるよっていうところからですね、なんか気を使うとか優しくするとか親切にするっていうことが他人との境界を曖昧にすることと勘違いしていたりとか、まあ、そもそも境界がないことが愛だというふうに勘違いしてたり、例えばね、ワンネスというスピリチュアルだとワンネスという言葉があるんですけど、まあ、それを そんなふうな意味合いに勘違いしてたりして、何かね、あなたと私は同じっていうことが愛だというふうに勘違いしてたりすることがありますよね。だけどこの人間関係におけるね、愛っていうのはむしろちゃんと区別をする、ここからは入っちゃダメとか、ここからは入っていかないよっていうことをするのがむしろ愛だったりするので、ちょっと認識を改めというかね、そういう視点を持って見てもらえると楽になるんじゃないかなと思います。なのでね、まあ、ビジネスなんか苦手だな、でもなんか原因がよくわかんないぞっていう人は、ちょっと人との距離感、特に自分を守る、自分のテリトリーを守る、人に入らせない、人も自分にも入っていかないっていうのを考えてもらえると、ビジネス苦手意識っていうのがどんどん薄れていくんじゃないのかなと思いました。なんかね、またぜひこういうビジネス苦手な人向けのお話とかどんどんしていきたいなと思ってます。マーケティング苦手な人の分かりやすいマーケティング方法とかも話していく予定なので、よかったらチャンネル登録お願いします。あとご感想コメントもお待ちしてます。ではまたお会いしましょう。